極楽寺の駐車場に到着しました。参拝します。これが三門ですね。仁王像あります。なかなか立派な長寿者があります。お授け地蔵、空海の道を置く、そういうのがあるんですね。四国八十八ヶ所巡拝百回記念、はい、本堂が目の前に出てきました。本堂到着です。ご本尊は阿弥陀如来様ですね。最近野生の猿が本堂内を荒らすということで柵があります。本堂の奥が太子堂です。本堂降りてきて観音堂に参拝します。でこちらが薬師堂です。地獄餓鬼畜生修羅人天上聖文遠隔菩薩で仏今どこのあたりにいるの。弘法大師お手植えの長命樹、弘法大師が植えたということですから樹齢1300年ということですか。鳴門市指定の天然記念物になってますね。はい、参拝を終えて駐車場に戻ります。お授け聖福太子様、子供を祈ってこうよ。いらんかいけど孫あと言っておりますが、駐車場からすぐのところに聖福弁天あります。福は来るという弁天様ですね。お参りします。